皆様おはようございます。朝の札幌駅です。朝7時30分同時に発車する特急スズラン2号と特急宗谷です。今日は私は特急スズランに乗って東室蘭へ向かいます。どうぞよろしくお願いいたします。ドアが閉まります。さあ同時に発車していきます。特急宗谷キハ 261K0 番台、そして今日は特急スズラン2号は 789K1000 番台です。両方の車両ともいいタイミングで発車しています。いやー、これはいい並走シーンを見れそうです。ちょっと期待しています。今日の目的はですね、秋の胆振地方を列車で旅をしたいというのが目的です。例えば、今回の東室蘭に行く路線、そして日高本線、苫小牧と向川の間、そして室蘭本線の苫小牧と岩見沢の間、ここの区間の列車を旅してみたい。あとせっかくですから美味しいししゃもとか食べてみたいなと思って今日乗っています。どうぞよろしくお願いいたします。いやー、キハ 261K0 番台の特急宗谷が急に加速度を出して抜かしていきましたよ。いや、これはいい並走シーンですね。いや、それにしてもキハ 261K かっこいいですね。あ、このままもう行ってしまうんでしょうか。これで並走シーン終わるのはちょっと寂しいですね。さあ、ようやく特急スズラン2号も本気を出してきました。加速度を増して内部駅を通過していきます。もう特急宗谷は遥か彼方先に行ってしまっているのかなと思ったら、影が見えてますね。少し前を走っているだけですね。これは期待できますね。今日の特急スズラン2号は 789K1000 番台の新型車両なので、とても車内が静か、車内放送がはっきり聞こえますね。豊平川橋梁を渡っているところで特急宗谷の最後尾が見えてまいりました。いやー、今日はここで撮影している人いいですね。おっと、完全に車両捉えましたね。あ、というか抜かしていきそうな勢いです。そう、私は今1両目の一番前の席に座っています。特急スズラン2号の姿が特急宗谷に映し出されているのも何とも言えずいいですね。ゆっくりゆっくりですが特急宗谷の先頭車両に近づいています。グリーン車の車両が見えたということは1両目ですね。あとうとう先頭車両抜かしましたよ。あ、そして特急スズラン2号が前に出ました。おお、かっこいいですね。白石駅を通過。札幌から平和駅までの間は函館本線と千歳線が並走しています。もう少しの間並走シーンを楽しむことができるんですが、特急宗谷が後ろに行ってしまってるんですね。やっと思ったらまた追いついてまた抜かしていきました。なんか面白いですね。ゆるい左カーブを曲がりながら平和駅に近づいていきます。特急スズラン2号 789K1000 番台です。並走シーンばかりで忘れていましたが、札幌市内を駆け抜けていくのもなかなかいい景色です。高速道路を渡りますと、まもなく平和駅です。平和駅を過ぎますと函館本線と千歳線が分かれてしまいます。後ろ振り向いてみたら、なんとか頑張って追いついて走ってるんですよ。キハ 261K0 番台もいい走りしてますね。千歳線の方はとうとう高架に入ってしまいました。だんだん高さが変わってきます。そして右カーブに入り函館本線とお別れしてしまいます。こちらの列車は東室蘭なんですが、あちらの特急宗谷は稚内まで行くんですよね。いやー、本当に素晴らしい。いや、ここから見る景色最高ですよね。100年記念塔も見えます。この左カーブを曲がったところに厚別駅があるんですよ。新札幌駅を出てトレインビューできる森の湯の近くでもある上野幌駅を通過。ここの駅自体もいい撮影スポットになっています。ここで特急スズランをご紹介します。
札幌と東室蘭の間を結んでおり、1日12本、6往復走っています。129.2 キロの距離を約1時間半前後で結んでいます。この列車は観光目的というよりはビジネスや通勤・通学のお客様が多いようです。2023年から本格運用される日本ハムファイターズの新球場ですね。いやいや、かなり形になっていきました。なんでも土地の価格の上昇率が日本でナンバーワンになっているそうです。くっちゃんを超えたということでしょうか。北広島市街を抜けています。ちょうどここの反対側に北広島市役所がありまして、有名な撮影スポットになっています。警笛を鳴らしながら特急すずらん2号は北広島駅を通過していきます。そして島松駅を通過。高速で駆け抜けています。長札駅を通過。特急すずらんは千歳駅に停車します。7時58分、千歳駅を発車、そして隣駅の南千歳にも停車します。ドア付近にお立ちのお客様は開くドアにお気をつけください。停車時間はわずかです。南千歳の駅、快速エアポートに乗っていましたら、ここは空港ではありませんので次の千歳空港駅までお乗りくださいとよくアナウンスを聞くんですが、間違えてやはり降りてしまう方いらっしゃるんでしょうかね。ご乗車ありがとうございます。特急すずらん東室蘭行きです。停車駅は沼の畑、苫小牧、白老、上り別、幌別、和紙別、終着東室蘭です。和紙別、そういえば特急すずらんって幌別や和紙別も停車するんですね。室蘭地区の方の利便性が高まりますね。千歳と沼の畑苫小牧の間は110キロ前後で走っています。結構高速で走っているので見応えがあります。
時速110キロ前後の高速のスピードで走り抜けていますが、揺れが少なく乗り心地も快適です。時間は8時30分、車台駅を通過していきます。白老駅を過ぎて萩野駅を通過していきます。時間は8時40分、竹浦駅を通過です。普通列車のデコモが停車していました。まもなく終着の東室蘭に到着いたします。出口は左側3番線到着です。お乗り換え列車ご案内いたします。輪西、岬、母恋、終着室蘭の順に止まります。普通列車室蘭行き、降りました向かい側2番線から9時13分の発車です。お降りの際は車内にお忘れ物なさいませんようご注意ください。札幌駅から乗車して約1時間半終着の東室蘭駅に到着しました。私はこれから折り返してまた苫小牧、そして日高本線に乗車する予定です。今日はご視聴いただきましてありがとうございました。終着の東室蘭に到着しました。さあ降りましょう。